アメコミの大きなお世話。はい、皆さんどうもやってまいりました。前言いましたかね、予告編新しい見てくれたかしら。引っ越しました。今日は2時からということでございまして、私一発目でございます。はい、やってまいりました、アメコミの大きなお世話。まあね、そんなたくさんの方見られてないと思う、もう私の完全なオナニー番組でございますけども、まあまあ、でも最近コロナも増えてきまして、まあコロナ対策に関してはね、下に書いてある通り頑張ってやっておりますが、まあ私一人喋りなので皆さんご安心していただければと。ということで、この番組はですね、もう予告編見た方ならお分かりいただけるかと思いますが、ここにあります。あ、これ違いますね。これ違いますけど、ディアゴスティーニさんがやっているマーベル図鑑というものがございまして、その資料出るかな？はい、そうですね。そう、マーベルファクトファイルズというね、まあ、すごいです、これ。まあね、マーベルのことをね、その MCU、まあそのマーベルシネマティックユニバースというもので、初めて知った方もいればですね、まあ原作をちょっとこう見て、マーベルって何みたいなことがいる方もいると思うんですけど、まあいかんせんどこから手をつけましょうかというぐらいマーベル作品いろいろややこしいございます。今日も実はあるマーベルの一つのまあ大きな作品の群となりましたものをご紹介するんですけど、まあそれまだちょっとね分かりやすいかなと思うんだけど、とにかくですね、話がね四方八方に散らばります。いつも申し上げてますように、MCU は本当によくできております。まあ何ですかね、原作と違いはないかとか、あれ原作でこうやったらどうやないかというまあね、ご批判の声もたまにちらほら聞きますが、しかしですね、まあ原作の膨大なえげつないこのもう散らばったものを一つにぐっと集約して、まあ前回で言うとですね、フェーズ4でしたっけ、まあそのちゃんとそこの落としどころでエンドゲームでなんとやったあたりはもう素晴らしいのとしか言いようがない。まあこの番組はそんなところの皆さんの MCU で楽しんでいる皆様に大きなお世話の情報を、おせっかいで私おせっかい侍が原作ではこんなことがあったのよなんていうことをですねやっていく番組でございまして、この今先ほど出ました、ファクトファイルをの資料をもとに皆様にマーベルの原作の、いかに複雑なものがどうであるかとかいうところへんを解説していくおせっかいな番組でございます。さあということでですね、まあいろ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 喋ってきてましてね、まあちょっとまあちょうど先週ですか、ソーのね、ラブ&サンダーでございますから、皆さんご覧になられました？いやいや、なかなかね、ラブ&サンダーってそういう意味だったのね、なんていうね。喋りませんけどね、ここから先はね。でもね、一個だけちょっと情報を言っておきますと、ラブ&サンダーであるちっちゃな女の子が出てくるんです。まあ、これ見た方ならわかるんですけど、その女の子の存在自体は別にネタバレにはならないですけど、あれね、実際にクリス・ヘムズワーズの娘でございます。本当の娘さんとの親子共演をしてるというね。で、多分ですよ。まあ、わかんないですけど、その娘ちゃん、出るのかな、これからも。出るみたいな感じなんで、ずっと親子で共演してきる、なかなか粋なことをするじゃないか、マーベル君でございますけどね。はい、そんなことありまして、まあそのマーベルのそのラバーのサンダーでも、ジェーンがですね、いかにソーになった時にどうなったかという原作は、ちょっとうちの方でもお話をさせていただきまして、へーってね、この番組をだから何 ?2 つぐらい前かしらかね、ちょっともし YouTube で見ていただけたら、ラバー&サンダーをご覧いただいた後でも、ご覧いただく前でも、ほうほうほう、原作ではジェーンってこうなってるのねっていうのがちょっとわかるのでね、それもまた楽しんでもらえたらと思います。さあ、そんなこんなでございまして、今日はですね、何をお話しするかと言いますと、さあ、みんな大好き、ゾンビでございます。まあ、ゾンビと言いますとですね、皆さん、まあ、何をどこまでどういう状況かわかんないですけど、もともとゾンビなんていうのは、ブードゥー教っていう、まあ、その、タギチとか、まあ、その、どうぞ南の南米なのかしら、その辺にある一つの宗教の中で、まあその実はあれ厳密に言うと死体が生き返って、死体を操るものを、まあそのまあ、ゾンビという名を付けてるんですけど、あれも実は本間のことは死んだ仮死状態にしてから生き返って死殺奴隷を使ってるから、本当は厳密に死んでなかったっていうのが、まあ、後ほど映画でも描かれてるんですけど、実際は
あれはどこが作ったかな、ハマー映画が作った吸血ゾンビというのが、多分この地球上でゾンビという名前で初めての作品。まあ、吸血もクソも何もしないんですけど、まあ、見た目確かに死んだ人なんで怖い感じはしますけど、実際のところは死んだ人が生き返って人を食ったりしません。そのゾンビは単純に、まあ、命令を聞いて、まあ、人を捕らえたりとか、まあ、悪いやつのこう手先になる、それ吸血ゾンビでございまして、それがまあ、85年にですね、まあ、ゾンビの神様と言われますジョージ・ A ・ロメロ大先生が発売いたしました。あれですよ、そうですよ、これですよ。どうしましょう。ゾンビの第一作ね。生ける屍の夜ですね。ザ・ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドですね。はい。そのですね、屍の夜というこのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの第一作が、これが大ヒットいたしました。で、ここまでの概念の中に、さっきも言ったように、ブードゥー教で蘇って死人が蘇るのはゾンビなんですけど、そもそも蘇った死体が人を襲って人を食べるっていう表現は、多分このロメノさんが初めて作った。で、今のまあこのいろんな、もうあらゆるゾンビ映画っていうのも、映画も広まり、ドラマも広まっていますけど、そのまあ通説であるところの「ノロノロ歩く」、まあ、たまに走ってるゾンビいますけどね、ノロノロ歩く まあゾンビ走ると大体ちょっと理屈が合わないんですけどね、まあノロ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 歩く、まあ、なんか怪力を勝手に持ってしまう、それもちょっとおかしいんだけど、まあそういうので、人を食べる。ね、そして何ですか、まあ、頭を打たないと死なないとか、まあ、こういうようなこの定説が作り上げられた作品で、まあ、その翌年、年忘れましたけど、まあ、皆さんが、それが85年か、まあ、日本公開名がゾンビでございます。はい、これがですね、大ヒットしましたね。まあ、私もまあ、小学校の頃5年生ぐらいとか、4年生ぐらいとかな。見ましたけどね、これやめましたけどね まあこの作品で、まあ、この映画界の中のゾンビというものがもう完全に確立され、でゾンビ作品っていうのはいろいろ、まあ順番にいろんな作品で作られ、まあロミロ先生も、まあ、ゾンビの後にもいろんな作家を作られているわけでございますが、その中で、まあちょっと最近近年で最もゾンビを一つ有名にしたのが、まあフランク・ダラモンさんが監督した「ウォーキング・デッド」という、アメリカのドラマでございますけど。まあ、これはもう大ヒット中の大ヒットいたしまして、現在はもちろん放送、まあ、シーズン11でこれ最終シーズンを迎えるんですけども、その後スピンオフも始まりますから、そして期待の映画が始まるということでございまして、まあ、すごいもうワールドが広がってるんですけど、そこで、まあ、欲しがりのマーベルさんがそのゾンビをほっとくわけがないということで やっちゃいました。はい、それがなんとですね、マーベルゾンビーズという作品になったわけですね。で、皆さん、この最近、このマーヴェルをよくご覧になられている方で言いますと、ファットイフという、まあ、ディズニープラスでやっていますアニメの作品の、まあ、もしもの世界がですね、こんなことがもしこうだったらとか、あんなことがああだったらって、そしてまあ、ドクター・ストレンジはもうさすがに皆さんご覧になられたかな、まあ、中に出てくる、まあ、キャプテン・カーターですね、キャプテンアメリカの恋人だったカーターさんがキャプテンアメリカになっちゃってるというのがファットイフで描かれ、そのキャラがそのまま実は、マルチオブマドレスに出ています。まあ、そのような感じで、そのファットイフっていうのが今後もしかするとマーベルの展開をですね、示唆してるんじゃないかというのが、まあ、まことしやかに言われていて、その作品の一作品にマーベルゾンビーズがこのファットイフにも入っております。まあ、ですから、ただでさえ人間がゾンビになるともややこしくてですね、まあ、まあ力も強いし、いっぱいやし、すぐ感染するし、とんでもないのに、スーパーヒーローがゾンビになると、これも大変ややこしいございます。その大変ややこしいお話を まあ、マーベル、いっぱい作っちゃいまして。さあ、では資料の、まずこの資料からいきましょうかね。どんどん、出ますか。じゃあ、この資料、まずちょっと、じゃあ、山田ちゃん、じゃあ、ちょっとよろしく、いつもの通りでお願いしたいと思います。はい、これでございます。はい、マーベルゾンビーズ、スーパーヒーローとゾンビのどちらも愛するファンたちは、この2つのジャンルが巧妙に融合したとき熱狂しました。ということでですね、マーベルユニバースは1950年代からゾンビが存在していましたが、ゾンビによる世界の終末への道を開いたのは、
マーク・ミラーとグレッグ・ランドさんということですね。2人による、アルティメイト・ファンタスティック4の物語、クロスオーバー2005年の9月公開ですかね。では、アース1610のリード・リチャーズがアース2149のリードに騙されて次元を訪れ、そこが人肉を貪り食う超人たちのせいで廃墟と化したことを知ってしまいます。私たちがよく知り愛するキャラクターたちは、ここでは原始的でおぞましい衝動に駆られる超強力なモンスターになんとなっていたんですね。空腹を満たす、険悪感や疑念に駆られる者もいましたということで、その非道な、ね、衝動を食い止めることは不可能だったということなんです。でクロスオーバーは、ショーン・オブ・ザ・デッドや28日後、ドーン・オブ・ザ・ゼッドリメイク版などの映画に加えて、ロバート・カークマン、トニー・ムーア、チャーリー・アドラードによる大ヒットコミックウォーキング・デッドシリーズなどのゾンビ人気の復活を利用したということでございますね。まあ、あのウォーキング・デッド確かに有名でございますからね。でホラーとスーパーヒーローものを巧みに融合させた作品がこのマーベルゾンビーズということでございます。ゾンビものの流行が衰える兆しのない中、すみません噛みました編集者のラルフ・マッチオは、カークマンに限定シリーズマーベルゾンビーズの執筆を依頼しました。ウォーキングデッドやキャプテンアメリカと、アルティメイト X 面で、ゾンビ作品を何度も扱ってきたカークマンは当初この仕事を渋っちゃったんですね。2つのジャンルを融合するという魅力的なアイディアに抵抗することができませんでしたということで、のめり込んじゃったわけですね。で、マッチョは、生存者たちが死体に立ち向かうアイディアを考えた後、カークマンにゾンビの超人たちに焦点を当ててはどうかと提案をしました。そして作家はそのアイディアを実行に移してしまうということでですね、みんなの力が合わさった作品ということでございますね。カークマンは力強い画風のイギリス人アーティストショーン・フィリップスとタッグを組んで、5部構成の限定シリーズを作成しました。それらはダークな面白さで展開が早く極めて残虐です。獲物を探すゾンビ化した超人たちを主役にした同シリーズでは、ハンク・ビムが、アベンジャーズの全員が、ジャービスの一部を持っていた、彼らはほとんど抗わなかったと思い出す場面や、部分的に食べられたものの、まだ人間のブラックパンサーと切断されたワスプの頭部に生まれた友情、ゾンビたちがギャラクタスを食らう様子など、ダークな見どころが登場します。シリーズの構成の鍵となったのは、マーベルの過去の傑作カバーを独創的なゾンビ版にパロディ化したカバーアートだったのですということですね。なるほど。で、死者の夜明け、マーベルゾンビーズは高い人気を集めまして、ゾンビウイルスが発生した初期を描いた全日誕マーベルゾンビーズデッドデイズや映画死者死霊の腹渡ですねのとクロスオーバーした作品マーベルゾンビーズ VS ザ・アーミー・オブ・ダークネスですかね、などいくつかのスピンオフにつながっていますということで、ちょっと横文字多くて山田さん頑張っております。はい。そして、2007年10月、カークマンとフィリップスはマーベルゾンビーズ2のためにコンビを再結成しました。マーベルゾンビーズ2は、ゾンビたちが自身の次元を食らい尽くし、アース、616へのポータルを開こうとする物語です。第2シリーズもヒットして多くの続編が続きました。マーベルゾンビーズ3では異次元監視対応局、すごいですね、異次元監視対応局とはの ARMOR アーマーですかね、
が、アース616におけるゾンビの発生を封じ込めようとして免疫を持つアンドロイドヒーローのマシンマンとジョカスタが血液サンプルを求めてアース2149へと旅をしました。次のマーベルゾンビーズ4は、ミッドナイトサンズによるゾンビのサイモン・ガースとヘッドプールの狩りを描きました。マーベルゾンビーズ5は感染したジャック・ラッセルを治療しようとモービウス、マシンマン、ハワード・ザ・タックラーが異次元からゾンビのサンプルを集めるというお話になってます。マーベルゾンビーズに登場する元祖キャラクターたちは別次元で生い立ち往生するゾンビヒーローたちを描いたマーベルゾンビーズ・ザ・リターンズで再登場しております。さらにエイプバースの住人たちとゾンビを戦わせた2010年のエビル・エボリューション・ハワード・ザ・タックと彼のダッキー・ダズンがナチスゾンビに立ち向かう2012年の、マーベル・ゾンビーズ・デストロイもありますということです。いやちょっと横文字が長くて山田さん頑張って読んでます。おせっかい侍さん、後で褒めてください。そしてですね、ゾンビバースの陽気なマーベルゾンビーズクリスマスキャロルも制作されたということで、結構ね、多彩な感じで作られてるようですね。その後もマーベルのゾンビバースは繁栄を続け、2015年のシークレットワーズでは、ゾンビのヒーローたちが重要な役割を果たしたということです。エイジオブオルトロンですかね、オルトロン VS マーベルゾンビーズで追放された反乱軍は、ゾンビの他にエイジオブウルトロンの、次元のドローンとも戦いますということです。最近ではシースプリエ大変です、シースプリエと、ケブウォーカーによるマーベルゾンビーズの新シリーズが登場し、ゾンビと戦うエルサ・ブラッドストーンを描いています。これらの作品も読者と、批評家の高評価を得ており、マーベルファンから人肉を食らうスーパーヒーローも名を植えているということを証明したということでございます。いやー、おせっかい侍さん大変だった。お戻しします。よろしくお願いします。はい、山田ちゃん、なかなか大変なところございましたけど、よく頑張りましたね。っていうかさ、あんたさ、感情間違ってるし。いえいえ、カタカナだけでねえじゃねえかみたいな。まあでもね、実は彼女をフォローするわけではないのですけども、まあお分かりいただけますように、とにかくややこしい。今、ついてこられました、皆さん。まあ超人がゾンビになる。まあ後頃ね、このゾンビーズの話の一番中心核にある、実はこれまあ一応マーベルの方では制作発表されております。まあ誰がやるかはまだもちろん決定はしてないんですが、皆さんお待たせしました、ファンタスティック4。実はこのファンタスティック4のリード・リチャーズがやらかします。まあ原作はご存知の方かどうか分かりませんが、今回のフェーズ5、6あたりのまあ、最後のヴィランじゃないかと言われている征服者カーンでございますけど、まあ、ロケを見た方ならお分かりいただけます。カーンがそもそも地球を攻めてきた時に、リード・リチャーズとかがやらかしたことで、実はウルトラが生まれてるうんぬんかんのもちょっとあったりするので、まあ、リチャーズ先生ちょっといろいろやらかし気味なんですね。今回のこのマーベルゾンビでもファンタスティック4が大きく話に絡んでまいります。その話は後ほどということで、さあ先ほどのこの、読んでいただいた資料のちょっと裏側行きましょうかね。この大きいやつを出してもらいましょうかね。出ますか？はいはいはい。はい。で、ちょっと大きく、字をもうちょっと大きくしましょうかね。まあこれ見てもらったら、まあこれがストップです。あ、いいか、そうしましょう。ここで。はい。まあお分かりいただけますように、前にキャプテン、キャップでございますね。まあ、キャップひどいことになっておりますけど。で、この横がシングでございますね。まあまあ、キャッシャップにシングにハルクいますからね。こんなゾンビいたら
どないしますでこれ特殊能力を持ったままらしいというのはね、もう厄介な。ヒューマントーチも炎になってますけどね、ゾンビ炎で死なへんのかいみたいな感じでございますけども、はい、そういうことでございまして、さあこの左をちょっとじゃあ今度見てもらいましょうかね。はい、これがマーベルゾンビ第1作でございます。シルバーサーファーとギャラクタスを食らう。まあ実は話の起源中の起源は僕もちょっと原作完璧に読んでないんですけど、まあ宇宙からこれ実は来ちゃうんですよね、ゾンビたちが。それがまあどうのこうの話になっていくんですけど、それは地球に来て何のかんのと。で今回マルチオブマ、オブマッドネスでマーベルの世界観の中に間違いなく加わったと言われるマルチバースの考え方、つまり我々の今いる、まあ我々が見てるアベンジャーズっていうのは、あれはマルチバースというところの616ですかね、アースかな、なんかそうだと思うんですよ。でその616を中心の我々は実は見てきているが、実際この前要するにドクターストレンジが飛ばされて、まああの X メンのプロフェッサー X とか先ほどキャプテンカーターに会ったのは、あれはまた別次元のお話であると。でそこにまあファンタスティック4のまあリード・リチャーズもまあ出てるんですけど、まあ彼はもちろん別次元のリード・リチャーズなので、まあ、この我々の見ているこの世界観で誰がなるかっていうのはまだわからないんですけど、まあそういう世界観が、まあ、マルチバースっていう考え方が出てる中で、これマルチバースのある世界がゾンビに支配されたという話の展開から、我々が住んでいるアースに対するそのゾンビの進行をうんぬんだかんぬんだっていうことが話の中心になっていることですね。でマーベルゾンビ2が始まりまして、その下参りましょう。はい、マーベルゾンビーズ3でございます。さあここで新しいキャラクターがお二人、マシンマンとジョカスタでございますけど、さあちょっとこの少し豆知識と言いましょうかね、原作の知識を。マシンマンというのはですね、まあでもね、マーベルって本当欲しがれですよね。2001年宇宙の旅という皆さんも名作のアメリカのスペースオペラをご存知でございましょうかね。難解な作品で、私どうでしょうね、もう30回ぐらい見たんですけど、いまだにいまいちよくわからないという、なんかもう見れば見るほど 謎感が高まっていく、どういうことやね一体みたいなぐらいの作品なんですけど、その世界の中にモノリスという一つのこのなんかね、こうどうやって石板みたいなのが出てくるんですね。そのモノリスに猿が触った瞬間に言葉を覚えたとか、道具を使い出したっていう、まあ、だからそのモノリスが、まあ、なんか宇宙の起源だらどっちやらこっちやらということを言ってる映画なんですけど、そのモノリスのこれ実は2001年宇宙の旅とマーベルがドッキングした話があるんです。その中で作り上げられた、まあ、アンドロイドになるのがこのマシンマンなんですね。でマシンマンさんは、まあ、言い方から言うと体がアンドロイドなので、つまりゾンビには感染いたしません。なので今回の中ではモービウスは実はちょっとあのゾンビマンのモービウスに取り替えられて、モービウスがとか閉じ込められて、ゾンビマンのモービウスが、ゾンビ軍団を率いるですが、その率いる前のモービウスとかと一緒に戦わせてくれるアーマーですね、戦っていくメンバーの一人でございます。でジョカスターっていうのはちょっと大きくできるかな、その3列を、はい、もうちょっと大きくなる、あーそうそうそうね、これ大体皆さんちょっとお分かりだけど、そう実ははい、彼女はそうなんです。皆さんのご想像通りウルトロンでございます。ウルトロンが、奥さんを探すんですね。まああの人ね、あの人も結構人間や機械のくせにめっちゃ人間なんで、でもともとあれあのMCU 版ではトニー・スタークがあの、まあ、モデルになってる、まあ、モデルまでは言わへんのかな、あのトニー・スタークの、まあ、その考え方をちょっと入れてるところはあると思うんですけど、原作ではハンク・ピムでございます。ハンク・ピム博士が、あんなおじいちゃんではなくてマイケル・ダグラスさんでやってる、ちょっとだから世代で言うとトニー・スタークのお父さんのハワード・スタークと同じになってるんですけど、あれ実は原作は違いまして、原作ではハンク・ピム博士のが、トニー・スタークとほぼ同い年のような、まあ、ライバル関係で、その2人がウルトロンを作るときに、ハンク・ピムっていうのは、まあ、後々まだこれ、うちの番組なんかでもまだご紹介するんですけど、結構ね、めんどくさいの、あの人。もうね、正義感は強いんだけどね、まだ大台から、めんどくさい。そのね、めんどくささがそのまま現れてるのがウルトロンなんですよ。だからウルトロンっていうのは、ハンク・ピム博士はそのままなんです。なのでちょっといろいろめんどくさいことが出てきて、その中で奥さんが欲しいと、いえいえ奥さん求めんなよって話なんですけど、作ったのがこのジョカスターっていうアンドロイドでございまして、でもジョカスターちゃん、まあこれ話すとちょっと番組終わっちゃうんで、もう今日はもうあえて割愛しますけど、裏切っちゃいます。
はい、自分のちょっとまあだからビジョンと一緒ですね。同じように使われて作られたんですけど、ウルトロンの考え方には同行せず、ビジョンとジョカスタっていうのはどちらかというとアベンジャーズ側につきます。で、今回のマルチバース、バースにおけるゾンビ事件においては、この2人、マシンマンのジョカスタがいないと、これ本当にえらいことになって、2人は感染しないので、この2人の活躍でまあちょっとこういろいろ修復へ向けていくと、そんな感じでございます。じゃあちょっと隣行きましょう。マーベルゾンビズ4でございます。いやー、えぐいなー、みんな顔へへ、その上ですな。あは、そのままそのまま一つ上、ゾンビリターンの上に4ない、あった、はい、そうです。で、ここでこの番組でも盛んに言っています、多分次の映画がされるかな、ワンダーマンが発表されて、何でしたっけ、サンダーボルツが映画化するが決まり、そしてね、昨日サンディエゴのコミコンに、4年ぶりかなんか3年ぶりでマーベルがこう参加しまして、はい、皆さん嬉しいことに X メンの映画化が決定しました。ただタイトルはやっぱ X メンの差をどうしてもつけたいみたいで、あえてミュータントということでございまして、まあいいんだか悪いんだかでございますけども。そして、皆さん、さあどうでしょうね、もう見られた方もいるんでしょうか、カマラ・カーンが活躍するミズ・マーベルでございますが、まあまだ見てない人いるかもしれないから、ネタバレになるからちょっとそこは控えたいけど、実はこのミュータントっていう話がちょっと一緒に用シーンがございますので、ぜひ見てない方は、ミュータント X 名を見る前に、このミズ・マーベルもチェックした方がよろしいんじゃないでしょうかと。そして、話全然変わりますけど、このミッドナイトサンズに、今回のゾンビの中でまたも出てこないと思うんですけど、非常に重要なミッドナイトサンズのキャラである、ブレイドでございます。はい、これも正式名決定しまして、ザ・ブレイドになりました。ですので、ソニーがどこが作ったか忘れたけど、ブレイド1、2、3とは別物であると、つまり世界観は共有いたしませんということなんでしょうね、多分ね。だからザ・ブレイドです。で、ミュータントもやっぱり X メンの、だからその今までソニーが作ってきた、ああ違う、フォックスが作ってきた、まあ、X メンは多分拒否なんかな、ミュータントって言っちゃうしね。で、まあどうやらウルヴァリンも、ターロン・エッガートが多分なるような、だからやっぱり噂されてましたよね、もう一回ウルヴァリンをね、ヒュージャックマンやるんちゃうかとか。でプロレス X はやっぱしマルチオブ・マッドスも出てきたんで、もう一回パトリック・スチュワートかなと思いきや、わかんないですよ、アースという考え方があるので、まあ、どこの人でも引っ張ってくれるんから分かんないし、ウルヴァリンかて何人かいてもおかしくはないということなんでしょうけど、多分ターロイ・ガートが多分やるだろう、ミュータントという感じになる。そう、このミッドナイトサンズというのがまさにこの何ですかね、ミッドナイトサンズ、アーマーが超常現象に対する、まあ、アベンジャーズみたいな存在なので、このマーベルゾンビにも立ち向かっていくというこのような話でございます。そしたらこれザーッといきまして、はい、まあまあまあ、新たにこのスパイダーマンのゾンビで、これまた大変やね、これまた。はいはい、その下にね、こうやっていきまして、はい、その下参りましょう。なんとさ、皆さん一緒にスポーツしましょう。ハワード・ダックですよ皆さん。ハワード・ダックはマーベルでご存知でした？はい、実はハワード・ダックっていうのは1回だけですね、映画化されています。ハワード・ダックのなんちゃらの魔王かなんかいうね、まあ、大変話としてはすってんころりにした映画でございまして、興行収入ひっくり返ったんですけどマーベルの作品って実は結構ね、ちっちゃな映画いっぱい作られてるんですよ。西部劇を描いてる、不死身のヒーローを描いてる映画もありましたし、まああんまヒットしなかったんですけどね。それはそのマーベルの一つのこの MCU という考え方の中で映画を作ったんじゃなくて、ポンって出してもうしまってるから、見てる方にしてもこれが一体前後は全然わかんないから、まあハワード・ダックもハワード・ダック、だからなんかアヒル、何、英語を喋るアヒルみたいな、そんな使い方しかされてなくって、ハワード・ダック実は完全なマーベルの一つのヒーローでございます。まあヒーローというのはどうかわかんないですけど、マーベル作品に登場するキャラでございます。そのハワードがまたこれ、はい、マシンマンとかと一緒にですね、マーベルゾンビに立ち向かっていくというまあ広がるでしょ。はい、すみません、参りましょう。そうですね、まあ、ハワード生きるダッキー・ダズン、ダッキー・ダズンってなんか分かりませんけども、まあそういうハワード・ダックのチームなんですかね。まあそれがこう ゾンビに立ち向かうと。はい、その下参りましょう。はい、さあ皆さんお待たせしました、エルサ・ブラッドストーンの登場でございます。まあ前々から言ってますように、これからの、まあ、特に今回のフェーズの中で、
どちらかというと、まあ、最終的には、まあ、カーンが出てくるだろう。で、宇宙の、あの昆虫種族である、名前をちょっと忘れましたけど、まあ、そこあたりが出るのかなって言われている。で、まあ、その後、シークレットウォーズを、まあ、ルスト兄弟がね、シークレットウォーズやってやってもいいよなんてこと言ってますから、それも出てくるかもしれない。でも、多分その前に一旦一山するのは、きっと多分超常現象系でしょうと。ですから当然、先ほど言いましたザ・ブレイドもそうですし、この前の、何でしたっけ、エターナルズの最後で、まあ多分ブラックナイトが新たに、そういうことでございます。今怖い話やめてくれよ、そのみたいな下にガサッと落ちましたけどね、ごめんなさい、後ほどまたやります。はい、そういう感じで、その中でこのエルサ・ブラッドストーンっていうのはその吸血鬼ですね、まあ、ブレイドは多分描かれる吸血鬼の世界観、まあドラキュラも実はマーベルのドラキュラも登場いたします。それも結構な悪役として、そこに実はドクター・ストレンジも出てきて、ドクター・ストレンジが、地球上の全ての吸血鬼をなんちゃらかんちゃらみたいな話もありますし、その中の一人エルサ・ブラッドストーンっていうのは、ヴァンパイア・ハンターでございます。これ結構重要なキャラで、多分この人は単独作品できそうだよね。あのすごい面白い、あの綺麗なお姉ちゃんですしね、この人というか僕ちょっとあのアンジェリーナ・ジョリーの僕はイメージあったんですけどね、もうジョリー出ちゃいますからね、エターナルズで。まあまあまあそういう形のことで、まあまあこの人たちなんかもまあゾンビをなっていくという、まあヒーローがどん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 登場するということでございまして、さあそれはですね、一通りゾンビの話は行きましたので、今度は本質的な一体ゾンビの話は何がどうなったかっていうのをちょっと、じゃあ山田ちゃんリード・リチャーズ編でよろしくお願いできますか。リバースリード・リチャーズについてお話ししていきたいと思います。アース2149のリードは天才的な科学者でありヒーローだった。異次元のゾンビウイルスに感染するまではということで、まあ、あのこのマーベル系のね、あのヒーローとゾンビにこうコラボしていくキャラクターたちのお話をしていきたいなと思います。では行きましょう。アース2149はアース616とよく似た平行世界でした。この次元のリード・リチャーズも、科学の天才で超能力を得た後ヒーローチームのファンタスティック4を結成しました。彼はスーザン・リチャーズと結婚し、フランクリンとバレリアという2人の子供を設けます。しかし外部から邪悪な存在が現れた時、アース2149の運命は一変します。侵入者は異次元のセントリーであり、感染者を飢えたゾンビへと変えるウイルスをハンガーに感染していました。ゾンビ版セントリーは集まったアベンジャーズを攻撃し、立ち向かったヒーローのほとんどを感染させてしまいます。ヒーローたちはゾンビに代わり邪悪なハンガーを広め始めました。リードとチームのメンバーたちはゾンビウイルスの感染を封じ込めようと、フランクリンとバレリアをバクスタービルディングの安全な部屋に隠して、ニック・フェイリーと生き残ったヒーローたちに加わります。しかしゾンビ化したシー・ハルクが部屋を訪れてしまい、子供たちをなんと殺害してしまうのです。スーザンはシー・ハルクを殺して復讐を果たしますが、リードはハンガーが犠牲者たちを有能な生物へと変える仕組みに興味が惹かれ、ゾンビに関する科学的研究を始めます。そしてファンタスティック4にゾンビ化は避けられず、これは人類の進化の次の段階のため受け入れるべきだと告げました。はい、いやなかなかねこう衝撃的な話でございましたけど、残酷極まりない、ね、フランクリンとバレリア食べられちゃいますね。実はですね、皆さんちょっとここでやっぱしね、おせっかい侍のならではのお話をさせてもらうと、はい、指パッチンの話で皆さんご有名なサノスでございますけど、指パッチン、まあエンドゲームを見られた方、インフィニティウォーを見られた方もちろんおられると思うので、ネタバレで言っちゃいますけど、まあ、あのインフィニティウォーで最後に指パッチンをサノスがしたことによって人類の半分の方が、まあ、消えた、まあ、厳密に異次元界に飛ばされたような感じで、まず戻ってくるんですけど、まあ、そういうふうに死んじゃったというか消滅した話なんですが、あれね、
実はあの考え方って、まあ、指パッチンではないんですけど、後にプロフェッサー X と、その敵であるところの、誰でしたっけ、あの人ね、名前どうでした、あのそうそうそう、あの人ね、あのそう、はい、お父さんですね、名前どうでしました、はい、あの二人がですね、はい、多分今調べてくれてますけど、あのがその悪い魂同士がひっついた、悪魔のようなミュータントが後現れるんですね。これめちゃくちゃ強くって、それで多分ですね、全人類がほぼ示されるというか、ヒーロー全員もですね、だいたい殺されちゃうような話に、あ、マグニート、マグニート、マグニートと、プロスパー X の悪い魂同士がひっついた、怪物が出てきます。その時に実はこのね、このフランクリン、まあ、リード・リチャーズとスーザン・リチャーズの子供なんですけど、この子がですね、えげつない能力を持つんです。まあ、あの古い話で言うと石森章太郎先生のサイボーグ009でございますけども、まあ、一番強いのは009という、まあ、設定なんですが、実のところはあの001っていうあの超能力小僧が、彼女では全員をあの全部あのバックアップしたり、神と戦う時があるんですけど、その神に対抗する力を与えたりする、まあ、結構スーパーな存在的なフランクリンなんです。なので実はそのヒーローが、その、悪魔の名前ちょっと忘れしましたけどに倒された時に、実はこのフランクリンが全ヒーローを隠してたんですね。死んでなかったということで、で後にフランクリンが戻した、多分このネタを使ったので、まあ、あの時はドクターステルジーなんですけど、ヒーローを隠したというあたりは、ああれや、あの話だということで、私はそういうふうに思ったんですけどね。はい、まあまあ本当におせっかいネタでございますが、そのフランクリンとね、バレリアちゃんがなんとここでは殺されちゃうという、まあ恐ろしい話で、そして新たな言葉ではセントリーでございます。まあ皆さんこれ僕何回言ってますけど、実はですね、世界観的に言うと、まあ、DC の方がなんかあのスーパーマンとかね、バットマンの方が、映画化はもちろんあっちの方が断然早いです。スパイダーマンとかの映画化もされてますけど、もちろんスーパーマン、バットマンの方がはるかに、映画としては成立、興行的にも成功しております。その中でただジャスティスリーグあたりになると、まあアベンジャーズ計画が始まり、アベンジャーズが成功し、まあアイアンマンだのソーダの、まあ、いろいろ成功していく中で、ジャスティスリーグもやろうやないかということで、新たにスーパーマンも作り直し、マン・オブ・スティールという作品になり、ジャック・スナイダーが監督し、そこから何でしたっけ、まあ、あのアクアマンとかいろいろ出てきて、ジャスティスリーグに至ったわけでございますが、その世界でいうとなんか MCU の方が早そうに見えるんですけど、これ皆さん大きな実は誤解ございまして、実は世の中でヒーローを描いたのは DC の方が先でございます。まして、ジャスティスリーグの方が先でございます。ジャスティスリーグを真似て、まあ言い方が変わった、あれと同じものをなんとか作ろうやないかということで、マーベルが作ったのが実はアベンジャーズなんです。はい、こちら感想でございます。なのでどうしてもスーパーマンが欲しかったんですよね、マーベルね。あのまあ確かにはその、アベンジャーズの今現メンバーですよ、今皆さんが MC で見てるメンバーの中にスーパーマンに匹敵する力は、まあ確かにちょっと無理かな。ハルクでどうなんでしょう、勝てるんでしょうか。ちょっとスーパーマンって えげつない設定がちょっと尋常じゃないんで、クリプトナイト以外はもう全くあの人ではもうあのどうしようもない人なんで、まあそういう意味でいくと、そのどうしてもそういう、まあなんかあのなんだろう、もうあそうかそうか、キャプテンマーベルがうんうん、まあまあまあね、ちょっと戦えるのかしらみたいな、というのをやりたくって、実はもうマーベルでも映画化が決定いたしました、ワンダーマンっていうのが出てきます。ワンダーマンっていうのは、まあ、このマーベルゾンビーズシリーズのお話で、多分今日は多分喋りきれないと思うんですけど、まあ、3回ぐらいに分けるのかなと思うんですが、一番最後にバトルワールドという一つの話のキーワードが出てきます。これもマーベル界の中で一つ面白い話、多分これも実は映画化されるんじゃないのかなと、いずれ、非常に話もややこしい、ややこしい話になるんですけど、そのままゾンビも出てくるんですけど、そのバトルワールドの中の一つの、まあ、有名なキャラとワンダーマンというのが出てきます。そのワンダーマンが映画化になります。ということで、多分これまたバトルワールドも出てくるのかなという、まあそういうね、まあどんどん広がる世界で、そのワンダーマンもまあ結構なあの、まあ、スーパーマンっぽい力持ってるんですけど、やっぱりこの、ね、セントリーなんですよ。はい。こうセントリーっていう存在は非常に、何でしょうか。強いです。
めちゃめちゃ強いです。マーベル界でいうところのスーパーマンと同じです。ただこのセントリーは悪魔が体の中にいてはるんですね。でこのセントリーは正義なんですけど、この人がたまにねコロッと悪に変わっちゃうととんでもないことになるという話が描かれて、だからまあちょうどまあワンダーマキションな感じですかね。まあ、正義なんだけど悪になるととんでもないという、まあ、そういう描かれからするセントリー、はい、ちょっと話戻りますけど、そのセントリーがゾンビになったと、はい、まあ実は先ほど言いましたようにギャラクタス、これギャラクタスもねえ皆さんどこまでご存知でしょうか。ファンタスティック4って映画をもし以前、フォックスで作られた映画をご存知でしたら、ファンタスティック4に出てくるなんとですね惑星を食べる巨人でございます。なんなんでしょうねこの設定、すごいでしょ。はい、惑星食べちゃうんですね。その惑星を食べる巨人の部下にシルバーサーファーっていうのがいてまして、それが地球に襲来してきて、まあ、ファンタスティックとも戦うことになるという、そんなもんとかって勝てるんかいなってございますけど、そのギャラクタスがシルバーサーファーならこのセントリーのゾンビで食べられちゃうという、まあ、衝撃的なストーリーが起こり、そのセントリーがこのアース2149、我々が見ているアースではなく、多分ドクター・ストレンジのやつも2149じゃなかったよね、うん、多分違ったと思うんですけど、まあ、そこにまあまあたどり着いちゃって、そこでゾンビになっちゃうということでございました、まあ恐ろしいなでございます。まああのセントリーなんでめちゃくちゃ強いです。多分キャプテン・マーベルがここに戦うかどうか分かんないですけど、多分ちょっとあのソーとかでも多分太刀打ち的な強い、それがゾンビなので映画はとんでもないと思いますね。まあそれでほとんどゾンビになっちゃうということでございまして、そこでリード・リチャーズは、まあ、まさに自分がなんとか対抗するために自分の息子たちをやったけども、それをシー・ハルク、はい、皆さんお待たせしました、シー・ハルクでございます。はい、今度8月ですね、ディズニーの、まあ、プラスでやります新たな、マーベルドラマとして今度の第何作なんか忘れましたけども、シー・ハルクが公開されます。シー・ハルクっていうのはハルクのですね、彼のいとこでございます。その彼のいとこが、まあ、大怪我をいたしまして、なんとハルクの血を輸血をされた。そしたらハルクになっちゃったと。ただ少し違うのは、今のエンドゲームでかな、ハルクは要するに共存できるようになったんですよね。要するにその、もともとハルクである人間であるその彼がまあ緑の巨人に怒りを抑えきれずになってハルクになると。で当然このハルクになった時にはちょっと人格的にちょっと凶暴な人格であったり、ちょっと粗暴な人格であるので、まあそれでちょっと常々ねいろいろ問題を起こすわけでございますが、そこがクレバーハルクという名前とか忘れましたけども、まあちょっとあの要するにハルクの体なんだけど、その博士のまあ人間的なすごく理性面を持った状態になってるっていうのがエンドゲームで描かれましたけども、まあ、シー・ハルクさんはもともと弁護士でございます。その弁護士の力というか、それを持ったままハルクの能力を持っている。だから緑色の弁護士女、よくわかんないキャラになってますけども、それがですねシー・ハルクでございまして、そのシー・ハルクもなんとゾンビになっちゃってるんですね。恐ろしいございますが、なんかツイッターのコメント来たみたいですけども、何でございましょう。はい、どうもありがとうございます。よい、さあ時間がないんで、ね、先読んじゃいましょうかね。あ、チャーハンパンダさん、どうもどうも、いつもお世話になっております。おせっかい侍様こんにちは。先ほどの解説に登場したハワード・ザ・ダックはが、あ、そうか、そうですよね、ガーディアン・オブ・ギャラクシーのエンドロールにカメオ出演してました。もうどうぞ、ガーディアン・オブ・ギャラクシーと、まあ、宇宙系なんでね、ハワード・ザックは。そうなんです、私はゾンビ映画が大好きなので今日の放送はとっても楽しく、山田さんの髪もとても可愛らしくてよかったです。よかったね、笑っちゃういや、あのね、山田さん別に全然いいのよ、うちのあの番組はね、そういう番組だからね、かんでなんぼでございますからどうぞ、私なんか大体どこの世界で MC がですね、合わせれたあの、これは調べて何やったかなとか、そんなこと言う番組ございませんからね、うちはそれが OK でございますから、もう全然話してください、肩の力を抜いていきましょう。マーベルのことを詳しく知りたい、もっともっとその、なんだろう、ちゃんと知りたい方は私の番組以外にもいっぱいいるの、いっぱいありますからね。はい、もうそんな YouTube もいっぱいありますから、私の番組はこういう流れで、まあ、軽いタッチで、皆さんと一緒に楽しんでいくという番組でございます。さあさあさあ、お時間も、わずかなんで、ちょっとこのね、アース2149のリードがですね、このゾンビにどう立ち向かっていき、なんでこっからゾンビが
いろんな話に展開していくかっていうのは多分次回のお話になると思うんですけども、少し付け加えておきますと、まあそのまあここにいつも書いてますように、まあマルチバースという考え方があるので、要するにまあ私が一つのこれが存在であれば、私と同じようにしゃべり同じ性格を持っていたり、ちょっと違う人生かもしれない人が世の中に数百人いるという考え方。だからこの、まあ、2149のリード・リチャーズ、もちろん、まあ、ファンタスティック4自体が現在のアベンジャーズの世界観には出ておりませんから、もっと皆さん分かりづらいんですけども、一応多分、うん、ですよ、ミュータントもファンタスティック、まあ、リード・リチャーズもその指パッチンの頃どこにいたか分かりませんけど、おられたという体でございます。そのおられた体の彼らと同じ人たちが2149にいた、その2149の世界にたまたまゾンビが襲来し、そのリード・リチャーズは当然この616と同じく頭が天才で体が伸びるファンタスティック4のミスター・ファンタスティックっていうヒーローなので対処いたしたわけでございますが、彼がちょっと間違ったのは、この、そうなんですね、ゾンビになることによって、これはね、ちょっとね、この設定がすごく、まあ僕ら納得いかないというか、いや、ゾンビになったら死ぬんだから、そんな能力引き継がへんやないかって思うんやけど、引き継ぐんですよ。だから、その、なんだろう、スパイダーマンも糸出すのね。いや、おかしいやん、それ。いや、まあまあ、あれ機械やからそうなんですけど、まあ、とは言いながら、いやいや、ゾンビでしょ、みたいな。なので、皆さん、自分のパワーが上がるんですね。まあ、アイアンマンとかは、まあ、関係ないんですけど、まあ、だから、ゾンビになることによって、身体能力が上がったり、スーパーパワーが、こう、発揮されちゃうわけですね。それに、なんと、リード・リチャーズ、この人ね、マイケル、それ、めんどくさいんですよ、この人。ものすごくいい人で、正義感は強いんですけど、やっぱ研究博士なんで、よくありません?今よく映画でよくあるの。ほら、本当はこんなやつをやると地球の人類に対して、まあ、サメをね、大きくして、サメの中にある頭脳を、脳髄をちょっとでかくして、そこから取って、癌を治そうとしたら、そのサメに食われちゃうとかいうね、映画もディープブルーってありましたけど、まあそういうふうに研究者ってちょっともうこう、やりがちな、こうまあ一応人類のためとか、いろんなためには思うんやけど、もう間違った研究をしてしまう。リード・リチャーズさん、そういうとこあるんですよ。なので、これ、彼はですね、やめときゃいいのに、このゾンビの身体能力が上がるとか、この、なんだろう、そういうものに惹かれてしまうんですね。だから、来月は、この、この2149のリード・リチャーズが、いかにやらかしたかをまたお話しするんでございますけど、そう、このハンガー状態の超人たちがいかに素晴らしいかを考えてですね、やってしまうんですね。怖いですね。いやいや、恐ろしい感じでございますけども。はい。そんなことでね、次回の来月、8月はですね、このゾンビ編のパート2をやりたいということでございます。はい。そう、これはだからね、皆さん、さっき言いましたように、ディアゴスティニさんの、マーベルのファクトファイルという中に、ちゃんとこういう感じで載っておりますので、私の説明が足らなかったり、もっと読みたいなっていう人はですね、ぜひディアゴスティニさんで通販で売ってますのでですね、またこれを見ていただければどうかと思います。はい、こんな宣伝をしているのはディアさん、スポンサーをしてますでございますけどいやいや、まあまあね、毎回言ってますけど。そしてね、ここにありますように、これね、アセットかな、アセットはこれは実際に、僕がこっちはだからどっちかというと、あくまでそのストーリーの前回をこう散りばめているような感じなんですけど、これは一冊の本を和訳している状態の漫画で発行されております。これも今順次うちのに来ておりますので、その中からまた面白いものも、アセットさんのこのまさに原作のいろんなキャプテンアメリカと、これはドクターストレンジでございますけど、全部来てますんで、これも当然ご紹介していこうと思います。ということは、アセトさん、コマーシャル、お待ちしております。いやいやいや、まあね、もうまあそういう感じでございますよね。まあぜひぜひ皆さんにお心あればですね、ご覧になっておられるでしょうか。このまさにこの、マーベルの原作の素晴らしさをアセットで、そしてマーベル作品のこの原作の複雑な世界観をですね、私どもの方で、私が読み解いて皆様にご紹介していく、このような番組でございます。はい、ね、次回もぜひゆっくり見ていただければと思いますございますが、さあ次回は8月のいつになるのかな、第4週って分かります、いつか。そうですね、
はい、62日、なんでやねん。26日ね。そうそうそう。62日、あるか、そんなもんみたいなね。はい、8月の26日、14時から、また皆さんと一緒に、お会いしたいと思います。はい、もちろんね、こう、今日いただいたチャーパンダさんみたいに、なんかもしマーベルのことでね、あんなこんな、ちょっとこの辺の原作の話はどうなのとかいうね、質問がございましたら、どんどんこちらの方に。あ、出ないか。これね。こっちこっち。ああ、それもないわ。そうね。はいはいはい。まあ、いつもの送ってもらっているやつに送ってもらってね。そのまた私、幻想の方で読み解いてやってみたいと思いますが。さあ、もう、先で言いますが、8月26日、皆さんとお会いするときには、シーハルク始まってるかな？てるかな？てるかな？どうなんでしょう。まあ、はい。はいはい。まあ、その順番で始まっていきます。はい。どんどん映画も始まっていきますし、次は何が先に来るのかな？ラブ&サンダーの後は、ガーディアンじゃなくて、何でしたっけね、忘れました。ごめんなさい、すいません。調べられてなくて。あ、そうか、年末に何か来ますね。何か来ますね、一作。はい、またそれは皆さんと一緒に調べてきて。そう、CR 8月17日から放送始めしますので、ぜひディズニーチャンネルご覧になられたい方は、加入していただいてご覧ください。それではまた8月26日皆さんとお会いしたいと思います。今日は拙い説明ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。